ここで皆様に改めて神社の鬼越のお通りでございます。中央の車道にいらっしゃった皆様恐れ入りますが、歩道にお上がりいただきますようにご協力をお願い申し上げます。三方向から同じ形に見えるように作られています。